編集してて気づくんだけどさ、最近俺高確率で自分の髪の毛にゴミつけてるじゃん。あれ普通に恥ずかしい。今回のテーマは男子が好きな女子の服装。ブンブンハロー YouTube ゆうたでございます。今回はですね、僕のインスタグラムで視聴者さんに皆さんの自慢のファッションをもしね写真あれば送ってくださいっていう風に言ったんですよ。まあ、そこで募集をかけたんですよね。絶対に集まらないと思ったんですよ。だってこんな男に自分のファッションを送るのってなんか嫌じゃないですか。だからあんま来ないんだろうなと思ったら、もうめちゃくちゃ来たのね。マジで数百枚のレベル。一度それ全部保存して、僕本当に審査してどれ使おうかなみたいな感じで選ばせていただきました。今回はその選んだのを皆さんに紹介していって、これいいよねとか、これこうした方がいいんじゃないのみたいなファッションチェックをしていこうっていう、本当に何様企画なんですよ。申し訳ございませんね。今回の動画、女性らしい服装とか、女の子ってこういう服装だよねみたいな発言っていうのものすごく出てくるんですよ。でもね、これは別に企画の中でやっているだけであって、僕自身ね、女らしいとかそういうのはクソだと思ってるんですよね。なので今から僕がね出す服装っていうのを皆さんが着てなくても大丈夫です。自分の好きを貫いてください。そのね好きを貫いたあなたを好きになってくれる人と付き合ってほしいと思うので、だから今回はね、みんなにこういうファッションしろとかそういうわけではないんですよ。ちょっとしたね参考になればいいなぐらいで見ていってください。なので今回は別にねノウハウ系でもなんでもないですよ。ただ単に僕がこのファッション感はウィーウィーってなっていくだけの動画でございますので、そこら辺よろしくお願いします。ということで行っていきましょう。まず1枚目、はい、こちら。いや、いいんですよ。これもね、もうほんと好き貫いてるから、もうこういうこと、みんなにはもうこういうのを貫けっちゅうことなんだけど、嘘です。もう本当にね、これ JK すっごいね。これ JK っしょ、どうせ。はい、次。あ、なんかね、このニットの感じめちゃくちゃいいよね。で、インしてるじゃん。これね、男好きよ。髪色もまた茶髪感があって、なんかいいですよね。この写真も送ってくれたんですけど、やっぱなんだろうな、ごちゃごちゃしてないってものすごくいいって思う、男はね。人間って自分と似てるようなファッションを着てる人を好むって言うんですよ。僕結構無地とかよく着るんですよ。まあ、これはちょっと柄入ってますけれども、でも無地とかパーカーとかシンプルなのを着るので、だからこれものすごくいいと思いますね。これ男好きやで、ほんまに。これ分かってるよね。うん。いや、いいね。なんか女の子の服装見てくって、なんかいいね。気持ちいいね。なんかやべえ、こんなんできる YouTuber 結構限られてくるよね。よかったー、これやってて。はい、こちら。これね、確かね、左の子が送ってくれたのかな。サスペンダーね、可愛いよね。めちゃくちゃわかるかな。俺ね、サスペンダーをつけて彼女とペアルックしたいの。サスペンダーって言うんだっけこれ。サスペンダーじゃないか、わかんない。わかんないか、なんか、志村動物園みたいな、志村園長と相葉くんが着てるような服。ああいう服装めっちゃ好きで、それをね、彼女とペアルックしてね、どっか行きたいな。最近はね、こんなような服をね、着る男子もね、やっぱ流行ってきてるので、これもやっぱいいよね。ストリート系っていうんですか、いいじゃない。で、右のこのシンプル感もね、まあいいと思いますよ。混乱してんな、よくよく見たら。超音波食らったこいつ。ズバッと超音波って。タラララララララつって。これまたいいね、ほんとに。あのさ、ニット帽かわいいよね。これちょっと下半身がどうなってるかわからないんだけど、でも多分これ、スカートとかそういうのかな。俺ね、こういう系の服で、スキニージーンズだと、さらにポイント高いなって思う。清楚でまとめてるんだよ。清楚な服は着てるんだけど、でもギャルっぽいですよ、みたいなのって、すんごいね、高評価なんですよ、僕の中では。これまた可愛らしいよね。髪巻いてる感じといいね。俺ね、ロング好きなのよ、高評価。これいいと思いますよ。はい、次こちら。これね、ちょっと待って。お、撮影場所、ちょっと待って。お、迷惑なことしたら、これよくよく見たらさ、これ集めてる時気づかんかったわ。だってこれプリクラ機の真ん中でしょ、これ。まあ人がいなかったからっていう感じだとは思うんですけれども、あんま良くねえぞってことは言っときますね。僕ね、ダメージジーンズ結構好きです。昔ね、自分ダメージジーンズ履いてて、で、いい感じのダメージ具合だったのね。足通した瞬間にその穴パーン突き破ってダメージをね、広げてしまったみたいなね、ことありますけど、ダメージジーンズクパーンなってね、やってしまいましたけど、そういうこともありましたけどね。クパー要求されたらダメージジーンズの写真を送ってやればいいと思いますけれども、まあそんなことは置いといて、我ながら面白いこと言ったね。多分これね、編集してる時に俺笑ってると思う、一人で。なんか俺おもろいな、みたいな感じで。多分これね、編集してる時に俺笑ってると思う、一人で。なんか俺おもろいな、みたいな感じで。次こちら、芸術家みたいなね、そんなような感じですけれども、だってこれ右の子なんてベレー帽をかぶってるの、これジャイコにね、もらったんかな。またね、このネイルがいいですよね、このネイルの赤い感じが。赤をね、ワンポイントで入れてる女性ってね、本当にいいと思うんだよ。なんでかっていうと、男性ってとにかく赤が好きなのね、本能的に好きで。で、これおもろい研究なんだけど、中身は変わらないけど、服装だけ変えて物を落としてみて、それで赤い服を着た人の方が圧倒的に男性がね、その人が落としたものっていうのを拾ったらしいですよ。これだから右の子もね、赤入れてるじゃん、赤のワンポイントね。やっぱこれね、いいよね。赤見るとね、ムラっとくんのよな。あー、これもう俺大好き。これ超おしゃれやな。ただね、これに合う服が俺わからんから、だからこれに合う服を持ってる、またはコーディネートできる男性超レベルが高いと思うから、かといってあ、この子ちょっと嫌だなってわけではないんだよ。すっごいおしゃれだし、こういう雰囲気超好きだから、めっ
っちゃいいわってなるから、逆にこれに合わせに行きてえなって思う。だからこれはいいでしょ。おしゃれね。これ女の子のこういうさ綺麗めなファッションっていうのかな、最近は流行ってきてると思うんだけど、今までは見てこなかった形だから新しくていいですね。はい、次無難なやつですけどね、これなんか本当にバカそう。違う違う、そういうことじゃない。服装はいいんだよ。服装はいいんだけどね。この感じがね、私おバカですなんつって言ってますけど。でもね、中には、その、モコモコの服があんま好きじゃないっていう男性結構いたりとかするんで、上が結構大きめの服になったら、下はスキニージーンズでシャープにしたりとかするっていうのがいいんじゃないのかな、なんていうふうに思いますね。たまにダウンの結構モコモコっとしたジャンバー着て、それでね、下もね、モコモコっとした感じでやっていると、やっぱ全体的にね、ギアフォースみたいになっちゃうので、シャープにまとめてくれればいいんじゃないのかなと思います。このね、顔隠すこの配置がなんかセンサー溢れてるよね。はい、次。あれ俺、こんなの入れたっけ？俺、絶対にこれ好みでしょ、これ、俺の。パジャマやろ、パジャマ。パジャマで、部屋ですよ、と。で、私、襲ってください、みたいな感じでしょ、ほんとに。あざといね、これ、ほんと。こんな格好しといてね、それで、私、そういうの嫌いなんですよ、って言われた日に、いや、もうね、どうしようか、みたいになってしまいますけれども、部屋着だったら高評価でしょう。ということで、彼女にこれ着てもらいましょうかね。こうね、ワンタンみたいな部屋着着てますけどね。はい、次、こちら。なるほど。ジージャンにね、これ男子もよく着る服装だから一見ねこれいいんじゃないのかと思うかもしれないんですけど、まあ、あなたが好きならいいんですけどね。はい、次。あ、なるほど。これおしゃれですよね。春とかだったらいいかな。はい、次。あ、またこれもさっき出たオシャンティーな感じですよね。これね、ズボンをもっとシャープにしたりとか、またさっきみたいにタイトなね、スカートのようなのを履いていたらもっといいんじゃないのかなとか思ったりとかするんですけど、どうなんでしょうかね。はい。はい、出ました。モコモコ系男子。いいんじゃないんですか？今、すっごいスローペースで話してたじゃないですか。よくよく見たらめっちゃあんのよ。めっちゃあるから、ちょっとペース上げます。クロミちゃん使ってる。絶対この子メンヘラや。うん。失礼なこと言うけど、そんな感じめっちゃする。なんでこれを選んだかっていうと、やっぱ赤だよね。赤色のニット。赤のニットってやばくない？これ男見てる人いたらね、もうチンチン立ってるんじゃないのって思うぐらい、赤ってなんかね、エロいんよな。まあそういう目で見られたくなかったら絶対にやめるべきなんだけどさ。はい、次ね、こちらね。この子ね、すごくいい子で、僕がこの企画を始めますって言った時に、多分撮ってくれたと思うんだよね。で、それで色々ね、送ってくれてね。なのでちょっと2枚採用させてもらったんですけれども、僕最近彼女の影響でストリート系っていうのにハマってて、彼女と付き合う前はストリート系若干アンチだったんですよ。ダボっとしたジーンズあんま良くねえなとか思ったんだけど、彼女が着てるから、じゃあ俺も着てみようということで着てみたらすんごいハマったんだけど、だからね選んだんだと思うわ。これいいよね。やっぱさ、この白の厚底のスニーカーっておしゃれだよね。でそこでね1枚目なんでね、このシンプルな感じでちょっと浮遊感も出していて、またバッグが可愛らしいですよね。高校生感はあるんだけど、でも全然ね20歳の僕から見てもあいいなって思うファッションですので高評価ですね。僕の友達も好きなんじゃないんでしょうか。はい、次。出たー出たー。なんて言うんでしたっけ、クロミちゃんファッションって言うんですか、量産型って言うんですか、わかりませんけれども、まあまあまあこういうファッションね、オスロリーみたいなねファッションもありますけれどもね、これはねそういうファッションの人と歩くのがいいと思いますね。だから僕とかはどうしてもこれに合わせられないから、だから男性も合わせにくいからあんまし良くないみたいなところとかあったりとかするんだけど、でもね俺可愛いと思うよ全然。はい、次。あ、またこれおしゃれなストリート系やんな本当に。これさ、男の俺が着たいと思うもん、このファッション。丸パクリするわ。はい、次。これね、さっきも言った通りなんですけど、この上もモコっとして下もボハってなってるのは結構ギアフォース感が否めないのであんま良くないのかなと思うんですけれども、あったかいならそれで OK です。はい、次。もう多分これを選んだ理由はポーズですね。はい、次。これできる人少ないよね。だってこんなんさ、絶対スタイル抜群のモデルさんみたいな人しかできんやんな。でも男は好き。これ夏場見たら、やっぱね、男はね、いいなと思っちゃう。だって男できないから、こういうファッションって。男は好きなんだけど、でもこれは難易度が高いので、できる人は試しにやってみて。はい、次こちら。いいですね、この自然な感じ。この方によるとですね、マッチングアプリ、このアイコンにした時、結構マッチ数が多かったらしいです。おめでとうございます。はい、次。はい、このファミリーマートの前で撮ったね、このカシャー言うてね。こちらのストリート系もまたいいですよね。やっぱ僕ね、このね、ダボっとしてるトレーナーで中に入れてるの好きなんすよね。これいいと思います。はい、次はこちらですね。あ、なるほど。黒一色で固めた感じか。確かに好きっちゃ好きだけど、友達とかこういう服好きっていう人いるから、ありなんじゃないのかな。次、あ、これ論外。捕まえたろうか、こいつ、本当に。これはね、顔を隠すセンスが良かったので選ばせていただきました。それ以上でもないし、それ以下でもない。次。おもろいね、この子、本当に。いいね。だってこれさ、誰の顔、これ大丈夫、著作権とか大丈夫、わかんないけど、いいね。はい、次。これ俺ね、今回の回で一番なんじゃないのかっていうぐらいね、男受けすごくいいと思う。結局、電車の中でこういう服装してつまんなそうに携帯いじってる人っているじゃん。俺、ああいう人に魅力感じたりとかするんですよ。この子からは、そのような雰囲気っていうのはするんですよね。白と黒で清楚にまとめて、そして白のスニーカーでぴったりとしたスキニージーンズ、そしてバッグがなんかおしゃれっていうね。これはね、素晴らしいと思います。こういうファッションめっちゃ好きなので、夏
場とかね、意外と T シャツにスキニージーンズですよみたいな女子が好きっていう人いるんですよ。なのでいいと思います。ということで今回は男子が好きな服装っていうものを選ばせていただきました。冒頭でも言ったんですけれども、僕は別にファッションのデザイナーでもないし、女らしいとかそういうのはあんま良くないと思ってる人間なので、今回の動画マジでちょっとした参考程度に使ってくれればなと思って撮りました。なのでね、皆さんの好きっていうのを何度も言うんですけど貫いてみてください。この動画が良かったと思う人は高評価、そしてコメント欄に今回の動画の感想、そしてチャンネル登録していただければなと思っております。ということで次回もまたお会いしましょう。ビビー。